あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。さて、今回も張り切って行っていこうと思います。行っていこうと、日本語がおかしくなった。行こうと思います。マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒオー、イーナンアゴマサリトヒオー、キエーイ。ポン。さあ出発するよ。出発するぞ。よし、ここでいつもね、ここでいつもダメなんだよね。砂漠エリア、今回は砂漠エリアの何これ、ギブドの棺。アイテムはアームショット、空気壺、ファイアグローブ。今回ブーメラン何も関係ないね。手に入る材料は古代魚のヒレとギブドの包帯。ギブドってなんなんやろ。今回ブーメランなかったけん、ブーメラン酋長関係ないね。ってことで、困った時の大爆弾の服ね。爆弾はお、ギブドの棺1。爆弾はね、こっちのアイテムになくっても設置されてることがあるから。アームショットを手に入れた。 Y でアームが伸びるぞ。プレイヤーに向けて撃つと引き寄せられるという。んで、ファイアグローブを手に入れた。 Y で火の玉を発射。長押しで火の盾にもなるぞ。そっか、長押しの方はあんまり使ってないな。空気壺を手に入れた。 Y でいろいろぶっ飛ばせ。おし、お、なんかすぐじゃない。あ、鍵、鍵現れた。え、え、え、ちょっと待って、鍵持ってかれたんだけど。あ、ちょい、ほらほらほら、早速だよ。ほら、爆弾、大爆弾の服が活躍するよ。で、さっきのあ、無駄に取っちゃった。無駄にゲージ回復取っちゃった。はっ、さっきのさ、鍵を持ってったやつは、あ、こいつじゃないな。ちょ、待って、ルピー、ここ多分埋もれちゃうと思うの。こっちだね、こいつだな。へい、出てこい。ほらほらほら、鍵持ってる。あ、ちょっと待って、埋もれないで。さ、私も埋もれちゃうからさ。あ、危ない。え、どこ行った？おい、遊んでんじゃないんだよ、私は。お、あ、そこ乗り越えられるじゃん。はい、やったね、鍵ゲット。え、待って、追いかけてくる、追いかけてくる、やめて。鍵を持ってたら追いかけてくるんだ。ってことは、あ、ちょっと待って、危ない。これで、爆弾で先にやっつけとこうか。はい、出てきたでしょ。おい、埋もれるなよ。よいしょ、これで。へい、おい、ちょ、落ち着けよ。ね、やっつけといた方が後々多分向こうに渡っていくのも楽だと思う。よし、できたでしょ。ってことで、さあ鍵を持って、あ、待って、鍵を持ったやつを持たないといけないんだね。これでもう速攻いける。あー、待って、あっこにもいるわ。え、何、敵か、びっくりした。とりあえずこれでもう、ほら、開いた、よかった。まあ、これでもうあいつをやっつける必要もない。とりあえずちょっとハートが欲しいんだよね。復活したし、あいつマジで復活するんかい。あ、ちょっとハート、とりあえず全回復してその状態で進みたいよね。とか言ってたら、なくなる方が早かったりするんだけど。お、よかった。これで全回復できたから。さあみんな、
行こうぞ。あ、くっついたくっついたくっついた、助けて、へいへい。おお、何あいつ、くっつき虫。別に攻撃されるわけでも何でもなく、ただくっついたんだけど。吸血かな。ギブドの棺に、なんかじわじわと攻撃される的な。ほら、あいつだよ、あいつ。はっ。しかも復活するから厄介なんだよね。これ、穴か。ちょっと、あれ？待って。なんもないんだけど。もしかして3人とも中に入らないといけない。あ！やっぱり？なんか敵が増えた感が。敵が増えた感がすごく。ほらほらほら、やっぱり。この敵厄介なやつじゃんかよ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってってば。はっ。ファイヤー、ファイヤー。ファイヤー、ファイヤー。いや、ファイヤーしたいんだけどさ。あ、よかった、離れてた。こいつ厄介なんだよね。なんか素早いし。あ、でも一応ハート1個減っただけで済んだのか。これ、全員倒していかないといけないパターンかな。あー、埋もれる。あ、よかった。なんか出てきたって。あ、待って、落ちた。落ちたよ。何あいつ。あ、待って、待って。焼ける。敵も一緒に焼けたけども。てか、あいつ何？骨、骨。骨はいいんだけど、ちょっと待って。私、赤が空気壺なわけだから、こう。多分2段でしょ、これ。あー、ちょっと待って。何をやってんだ。てか、あのさ、あいつ、くっついてくるやつ？あれ復活するんだよね、めんどくさいことに。ここの上でなってもダメなわけだから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、くっつかないで、重くなるからくっつかないで。よし、これで一応あっこの火は消え、ちょっと待って、くっついてるから、ここぞとばかりに骨が迫ってくる。これは炎で攻撃した方が多分、そっ、いやー、ちょっと待って。にゃ、くっついてくる。ね、骸骨のやつは炎でやっつけた方が多分、にゃー、くっついてきた。こいつマジで邪魔。あれ？あれ、骸骨のやつ一匹いなくなった。やっつけたかな？ほら、こういう感じで。オッケー。んで、あとはこいつをやっつければいいだけだ。はっはっ。おい、ちょっと待って、よいしょ。はい、これであとはこいつを、はあ、危なかった。あ、今のもすげえ危なかった。待ってね、投げ飛ばしちゃった。ちょっと復活するんかい。待って、そんなこと言ってる場合じゃない。ちょっと待ってくれ。あのこいつら。あとちょっとさ、あの回復がしたいんだ。よいしょ、ハート。ちょっと待ってね、こいつ別に炎を消さなくても攻撃できるじゃん。うわ、復活した。こいつ厄介なんだよ、ほんと。復活してくるしさ。よいしょ。あれ？あ、いた。もういないのかと思った、一瞬。うわ、2匹いるじゃん。あー！ちょっと待って、ちょっと待って。私、今、ハートやばいんだって。来い。来い来い来い。そっちへ来いよ。でも、これでもう当たれない。危ない危ない。体力1しかないからね。気つけてよ、そこ。そこんとこ気をつけてよ。よいしょ。あ、こいつらはアームショットでやっつけれる。こいつらはアームショットでやっつけれるよ。はい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 、こっちこっち。さあ、多分、あとこいつ一匹。びっくりした、また生えてきたと思った。あいつらは数に入ってないのか。無限に復活するってことかな。それはそれで恐ろしい。ちょっと待ってね。この子をちょっと向こうにやっといてから、ちょっと回復ないかな。その辺ちょっと。
どうよ。は。回復。その辺回復。割れねえ。よいしょ。あ、あーよかったわ。多少回復した。多少ね。ほんまに多少やけど。あ、ここのは？よいしょ。あーよかった。まあ、これで多少大丈夫です。ギブドの棺3。お、え？え、消えたんだけど。消えた。あ、あっこあれだ。食材でしょ、あれ。火のやつだ。お？なんか。え、消え、え？待って。あっこつけれ、あ、これ消えるの？消えたら進めないとかそういうやつ。あ、ちょっと待って。じゃあちょっと、あ、上が炎じゃないとダメなんだ。上が炎じゃないとダメだから、ちょっと待ってね。違うよ、そっち合体しちゃダメなんだよ。こっちを持ち上げて、でこうやってからの、もしこれで進んで、あ、あ、落ちてない、落ちてないじゃん。全然大丈夫じゃん。え、で、道どこだろう。怖いんだが。こっちはダメなのね。え、で、どこまでなら大丈夫なんだろう、これ。こっちね。あ、三段トーテムだ。三段トーテムで、あっちなんか、え、あ、そこハート落ちてる。落ちてる。んで、さあこっちへ来い。こっちへ来るんだ。やっつけるから。すごいなんかへっぴり腰みたい、これ。よいしょ。ああ、届かない、こっからじゃ。炎同士じゃやっぱダメだよね。効かないよね。にゃん。待って、落ちた。炎のやつを担いで、これで。そっち普通にたどり着ける、たどり着けるね。オッケー、よし、来い。もうちょっと手前に来いよ。てかどこまでならあるんだ、道が。そこ普通に行ける感じ。あ、行けない、そこ行けないんだ。こっちか、こっちで。え、どうだ、こっち、こっちか。んで、あ、これに乗るのかな。え、こっちない。え、どこ、こっち、あ、こっちだ。で、あれに乗ればいいんだね。早く、ほい。オッケーオッケー。あれ、こっちない。あれ、ちょっと待って、足場がないよ。あ、あ、あ、怖かった。今すごい怖かったね。危ない危ない。あ、で、ここまっすぐ。あー、よかった。あ、あの子いるんだけど。ちょっと、来て。こっち来て、こっち来て。こっち来て。だって今、ステージ3でしょ？あ、引き寄せれるってことか。引き寄せれねえ。ってことは多分、こうでしょ。これで、あれ？届かない。回復が使えない。なんてことだ。そのまんま行くしか。ギブドン棺4。だってボスでしょ、ここ。ああ、しかも上回復アイテムないし。そういうやつね。あ、でもあっこにある。けど、あれ敵じゃないん。ああ、入っちゃった。うっ、ミイラ。ミイラ、ちょっと待って。あ、ハート取った。これ、とりあえずこう、炎で、あ、包帯が向けた、向けたっていうんかな、包帯が燃えた。あ、無駄にゲージのやつ取っちゃった。とりあえずこう遠距離からの攻撃で、お、お、いい感じなんじゃない。しかもハートで、ハート取りに行ったらやられた。意味ないやつだね、ほんま。よいしょ、いけない。この辺から、ちょっと待ってね。お、
で、なんか一匹に集中してたらこっちが、あ、壺は炎では壊れんのや。ゲージがなくなった。ちょっと無駄打ちのしすぎでゲージが。え、割れたじゃん。どういうことだよ。まあでもハートが手に入るのは良いことだが。何、見つけたら追いかけてくる感じ。待って、増えた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 、ほら待ってよ、ちょっと待ってちょっと待って、落ちる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 、へい、これで待ってね。いや、体力的に大丈夫なはずだから。おしおし、よかった。いや、まだ終わってないけどね。いや、いけるはず。さあさあ、おし、あと一匹。青しか活躍してないけど、青しか活躍してないけど、あー、追いかけてくる。でもあれだね、包帯がなくなったらちょっとのろくなるんだ。なんでだ、風通しが良くなるんかな。お、やったね、楽勝じゃん。とか言いながら半分以上なくなってんだけどね、体力。おし、これでギブドの棺、ギブドっていうのはあの包帯のモンスターのことかな。このダンジョン自体全体が棺になっとるってこと。あいつのなんか棺桶的な。よし、ってことで今回真ん中、古代魚のヒレを手に入れた。古代魚のヒレ、イエイ。あー、ギブドの包帯欲しかったな。気持ち悪いけど、ギブドの棺クリア、イエイ。ん、今回はなんかね、ここ最近にした、ここ最近にしたらすごく楽だった気がするよ。はい、戻ってきました。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ギブド、ギブド、ギプス、違うか。